内原のトゥンは荒垣グスクの城内にある廃所で、大正時代まで荒垣集落一帯を管轄していた神女ヨキアノロによって祭祀が行われていた場所です。はい、こちらが内原のトゥンです。内原のトゥンは荒垣グスクのトゥングルワの中にある廃所です。戦前まで5月と6月の馬地位にはこのトゥンの前に区民が総出して神様に祈願し、ご馳走と運作を備えました。現在でも祭祀場として機能しています。内原のトゥンの西側にある赤城の木の根元には石積みで囲まれた井戸があります。祭祀の時に使われていましたが、現在では水はほとんどありません。この内原のトゥンは1713年に琉球王府が編纂した琉球国由来記にも祭祀場として記されており、昔から集落の人々にとって神聖な場所だったのです。